外低め構えていますが、そのまっすぐは捉えました。さあこれは大きな当たりが伸びていく、伸びていって伸びていって、どうだ、入ったか入ったか、最後は入りましたね。ホームランです、ホームランです。松井和夫満塁ホームラン。最後はまさに和夫ズバーンです。締めくくりました。満塁一走です。そして今ホームイン、和夫の満塁ホームラン。いや、なんと3対3がもう10対3です。この回ビッグイニング7点が入りました。いや、打球は伸びました。いや、風もありましたね、運んでくれてますよ、いや、もちろん当たりはね、非常にいい当たりなんですよ。抜けるかなというのも最初からそうでした、はい、そうなんですけど、いや、風が強くなって、まあ、よく伸びましたよね、左打席で左中間ですから、一番深いところです、はい、レフトポール際とかじゃないですか、ね、いやー、なんか、ね、カツオが今日はバーンズゾーンがありますが、はい、だからその左中間方向、レフト方向狙ったんでしょうかね。いや、狙ってではないと思いますけどでもいいところ行きましたね、はい。